LN 戦隊のリーダーアルフレッドです。 LN 戦隊の桜松節奈です。 LN 戦隊の ルトです。陰キャ枠です。どういうこと？笑わせない。変な人たちがおらん。あ、陽キャ枠はウンピーさんです。ウンピーうーん、それしかないよな、やっぱり。エレン戦隊のイケボ枠、そしてイケメン陽キャ枠のウンピーです。まあとりあえず、まあ、顔からイケメンで、でプレイも上手いっていう、まあ、最強の、まあ、高スペックなんで、皆さんぜひお願いしますね。ではさよならそれくらいにしてよ。エレンのワルリマです。ウンピーよりイケボ枠の女性です。エレン戦隊のカーボ枠担当してます、カズネコ。はい、どうもこんにちは、ピアソのイルスです。僕は普段からね、YouTube で活動していますけども、今回頑張っていこうかなと思ってます。うわ、生で聞けた。僕とモチと、まあその今年齢制限で出れないカズネコがいるんですけど、その3人で全体を作ろうってなって、で、まあそれぞれの仲いい人や気になる人に声かけて集まったのが今のカズネコが出れないのはまあ寂しいですけど、まあ、みんないろんなキャラを使えるので交代がなくても別に特にストレスって感じたことはないですね。エース戦隊と個人的に戦ってみたいです。あの仲いい人がいるので、あのソーラ選手とかアマスカ選手とか、すごい仲良くしてもらってる戦隊なんで、ちょっと戦ってみて痛いなと思います。本番で日本はオフェンス使いが多い感じかな、うん、でオフェンスを使って、オフェンス使いは大体初手粘着だけど、韓国人は絶対1台上がったから粘着って感じ、自分的にはそう思ってます。使うキャラは多分日本はオフェンスの方が多かったら、韓国は墓守の方が多い感じかな。そうですね、まあ日本一位のまあエールも厄介なんですけど、今はまあ次のブーストイット戦で当たるゴディバチームが厄介かなと思います。まあ正直緊張したかって言われたら、まあ結構緊張してたんですけど、自分が使うキャラがオフェンスで、そのオフェンスってチェイス強くて、でしかも自分も割とチェイスに自信があるっていうことで、チームの中でも絶対最初にハンターがやってくるポジションに自らオフェンスが行って、追われたらラッキーみたいな感じで行こうっていう話し合いをして、作戦通りではあったので緊張はしたんですけど、ファーストチェイスの覚悟はしてたので、まあいい具合に緊張を持って、まあ、自分なりにちゃんとチェイスできたかなって感じですね。みんな結構頑張ってるから、試合も練習も一人 MVP 決めるのは難しいけど、一人決めるんだったらアルフレが一番頑張ってるんじゃないか。カズネコくんの中だったら MVP アルフレだけど。ありがとう。すいません。なるほど、そうですね、やっぱり解説とかその MC 陣って選手のプレイをしっかり見て、その熱量を言葉にして伝えることが仕事なんですけど、まあ、それをね直に行っていて、逆に自分が選手としてこれやりたいなって思ってて、まあ、それでね、アルフレッドから声がかかって、まあ、今回選手として頑張ろうかなと思っております。見てるんかな、あの4人まあ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 、みんなはね今日も早く帰りたいかなと思うんですけど、僕たち絶対3試合目、なんなら延長戦まで行ってね、もつれ込んで、みんなはもう終電がなくなるまでね、今日は返さないので、よろしくお願いしますよ。たくさんのファンアートやメッセージをいただいているので、まあ、いつもありがとうございますっていう気持ちと、
その応援や期待に応えれるような結果を出せるように頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。ずっと応援してくれてありがとうございます。これからも頑張ります。普段 YouTube から見てその LM 戦隊のことを知ってくれた方っていうのはまだあんまりメンバーのことを知らない人が多いかなと思うんですけど、もう俺なんかよりアルフレの方がハンターうまいし、でサバイバーも俺が初めてこの戦隊に入った時もう2時間練習して1回も勝てないってなんか本当にザラにあって、もうそれぐらいね、もうみんなめちゃくちゃうまい、もう冗談抜きでめちゃめちゃうまい人が集まってるので、ぜひねこの機会に俺だけじゃなくて、ね、他の戦隊のメンバーもみんな Twitter とかやってるのでフォローしたりとかして、皆さんのことねぜひぜひこれからも知っていってあげてくれたら喜びます。みんながよっ、猫くんはルトをフォローしてあげてほしい。それは彼女募集中です。やばすぎるの、痛すぎだろ。ルトのテイターフォローしてください。ルトのツッパーフォローしてあげてください。それが戦隊メンバーみんなの思いです。